桜の花色々な花々とは植物が成長してつけるもので、多くは綺麗な花びらに飾られる。花が枯れると果実ができて種子ができる。多くのものが観賞用に用いられる。生物学的には種子植物の生殖器官である。また、植物の代表的器官として、植物そのものの代名詞的に使われることも多い。植物の花を生け花、紙や布、金属などで作られた花を造花という。花は、子髄や雄髄を含む、一個の有限の形状に、胞子葉と不燃の付属物などから構成された、種子植物の生殖器官である。しかし、その厳密な定義については、複数の考え方が存在する。被子植物の生殖器官を花とする考え方、胚種のある生殖器官を花とする考え方、生殖器官が密集したものを花とする考え方。花は、胞子葉が枝先に固まった構造から生じたと見られるが、この意味を広く考えれば、普通の被子植物の花以外に、裸子植物における松ぼっくりなどの元になる構造や、さらには、杉菜の胞子葉であるつくしのようなものまでが花と言えてしまう。2は、松ぼっくりまでは花だというもので、3は、つくしも花だという立場と言える。1は、アメリカの研究者に多く、2は、ヨーロッパの研究者に多い。19世紀は3の考え方が主流だったが、現在では一番合理的とされる2が主流になりつつある。花全体の構造は、1本の枝に、先端の型から大胞子葉、小胞子葉、不実の葉が並んだ構造がごく短く詰まったものとみなせる。典型的な花は枝から伸びた柄の先につき、中心に雌しべを持ち、その周囲を雄しべが囲む。その周囲には花びらや萼などが配置する。雄髄では花粉が作られ、子髄には胚種が入っている。この両者の働きで種子が作られる。裸子植物においては、雌雄こと花が普通で、軸を中心に胞子葉由来の鱗片状の構造が、並んだ形をとるのが普通である。被子植物では、花びらや萼といった装飾的な構造が多数加わることが多い。したがって、その構造は中心に大胞子葉由来の雌しべ、その外側に、小胞子葉由来の雄しべ、そしてその外側に葉由来の花びら。そして一番外側にやはり葉由来の萼が取り巻くという形になる。花弁、萼はまとめて花被と呼ばれる。ただし、すべての花がこのような構造を持っているわけではなく、花びらや萼などがない花も多い。特に風媒花などでは花びらの欠損や退化が見られるものが多い。イネ科の場合、このような花を個母という。一つの花に、雄しべと雌しべを備える花が多いが、どちらかだけを持つ、雌雄こと花のものもある。雄髄と雌しべが両方備わっていても、片方が機能していない例や、どちらかが先に熟し、同時にはこなさないようになっている例も多い。花の配列状態を花序という。花序は花によって異なるが、ある一定の方式に沿って並ぶ。つとは、花や、花序の基部につく葉のことを言う。苞葉とも言う。通常は小型であるが、花弁状になるものもある。独ダミの花穂には、花が並び、個々の花は、雄しべと雌しべ一本ずつからなる。木蓮の花中央の水状のものは、外側は雄しべ、内側は雌しべ、いずれも多数あって、螺旋状に並ぶ。種子植物が、シダ植物から進化するに伴い、雄髄は、小胞子葉をつける。胞子葉が、子髄は大胞子の葉をつける、胞子葉がおのおの変化してできたと考えられる。また、花びら、萼も葉が、起源のものと考えられる。被子植物の花が、どのようにして進化したかについては、大きく二説がある。一雄髄一子髄一花被一の花を原始的なものと、みなし、次第に複雑な構造のものが出現したとする説で、シンエングラー体系の根拠となっている。軸を中心に、多数の雄しべ、子髄、花碑がらせん状に並んだ花を原始的なものとみなし、次第にその形が整理されてきたとみなすもので、クロンキスト体系はこれを基礎とする。クロンキスト体系では、草子葉植物綱では、キクメを最も進化したものとし、単子葉植物綱では、ランメを最も進化したものとする。花粉により受粉をさせ、生殖を行う。受粉の様式は、花の構造により自家受粉と竹受粉に分けられる。通常、竹受粉が起きることが望ましいので、種類によっては、自家受粉を妨げるような仕組みが見られる。例えば、ユウズイとメシベのどちらか、先に成熟するようになっているのもその一つである。どちらが先かで、有性先熟、または、子性先熟と呼ばれる。また、花粉はそのままでは移動できないため、受粉を行うためには何らかの媒介が必要となる。主に媒介者となるのは、風と動物であり、風が媒介するものは、風媒介と呼ばれる。動物が媒介するものは、その媒介者によって、虫媒介、鳥中立花、コウモリ中立花などに分かれる。動物中立の中では特に虫による媒介が多い。最も古い媒介方式は風媒であるが、後により確実性の高まる動物中立が発展した。しかしながら冷帯地域においては、単一樹種による樹林が多いことや媒介者となる動物の不足から、再び風媒に戻るものが多く、かなりの樹木が風媒介となっている。逆に媒介動物の多い熱帯地域においては、動物中立が圧倒的で、熱帯樹木の 95% を占める。風媒と違い、虫や鳥など動物に受粉を媒介させる場合、花に動物を引き寄せる必要があるため、多くの花は蜜腺から蜜を分泌し、動物に花を訪れるようにさせる。こうした蜜食動物にとって、花の蜜は重要な食料であるが、他に花粉そのものを食料とする昆虫も多く存在する。花は人目を引く魅力がある。一般的な概念の花は、それ以外の部分が緑などの地味な中にあって、それとは対照的に鮮やかな色合いの花びらなどを並べてよく目立つようになっている。これは、そもそも花の存在が他者の目を引くことを目的としているからである。ただし、本来は、人の目ではなく、昆虫や鳥などの目を引くためのものである。顕著な例として、ミツバチの可視領域は、紫外線を含み、ミツバチの目で花を見ると、蜜のある、中央部が白く反射する花があることなどが知られる。これは、植物が、固着性の生活様式を持つため、繁殖時の生殖細胞、具体的には、花粉の輸送に、他者の力を借りなければならないためである。被子植物の多くがその対象を昆虫や鳥などの小動物とし、彼らを誘うために美しい花びらで飾られた花の構造が発達した。また同じ目的で、中梅花の多くは強い香りを持つ。その香りは媒介者の好みの香りであるため、人間にとって素晴らしい香りとは限らない。また鳥は嗅覚が弱いため、鳥中立花の多くは強い香りを持たない。他方、無生物によって花粉を運搬する植物の花は目立つ必要がないため、花の色は地味なもので香りも弱い。原生の裸子植物は一部の例外を除くほとんど、すべてが風媒なので、花弁などを持たない。被子植物でもイグサ科やイネ科などは、中梅花から進化して二次的に風媒となったもので、イグサ科では、花弁はあるが、極めて地味になっており、イネ科では、花弁は完全に退化し、開花時にも全く目立たない。花を発色させる色素は、開花時に細胞内部で酵素を用いた化学反応が起こり生成される。元来花の色は、草粉者を引きつけるためにつけるもので、つぼみの時には必要がない。主な色素は、フラボノイドカロテノイドベタレインクロロフィルのグループであり、総数は数千にもなる。さらに水素イオン指数や存在するイオンの影響で色が変化することもあり、多様な色で知られるアジサイの場合は、アルミニウムイオン濃度で左右される。色素がない花びらは白く見える。花びらの材質は、本来透明だが、中に気泡があるために白く見える。花びらが色素を持たないメカニズムには、作られた色素が別の酵素で破壊される場合と、色素を作る酵素の機能が阻害された場合がある。前者の例は、白い菊で、花にはカロテノイドを分解する酵素が存在し、作られた色素が壊される。後者には、朝顔があり、フラボノイドの一種アントシアニンを作る酵素の DNA 内にトランスポゾンがあり色素生成を阻害する。このトランスポゾンが開花中に DNA 上の別な場所に移動すると酵素は色素を作れるようになる。これによって一つの花の中に色素がある細胞とない細胞が混在し、朝顔の模様が作られる。トランスポゾンの動き方は一定ではなく、それぞれの頻度やタイミングによって、花の模様が異なってくる。トランスポゾンを含む朝顔は、江戸時代に偶然発見され、品種改良を経て広まった。人工的に花の色を変える試みには、品種改良や遺伝子組み換え技術、または DNA を変質させる、突然変異の利用などがある。品種改良では、色素を作る酵素がなかったり色素を破壊する酵素が、存在するため、例えば青いバラや黄色い朝顔などは作れない。他の花から色素を作る酵素の DNA を組み入れる試みでは、青いバラが生産された例もあるが、pH など他の条件が異なるため元の花と同じ発色は難しい。花の構成要素に関して雌雄に関して、花の形態に関して剣影は、魅力的な姿をしているため、それを鑑賞することは、世界中で古くから行われており、そこから様々な利用法が生じてきた。花を摘み集めて装飾とする風習は、世界中に広く見られる。ポリネシアなどでは、花を紙に刺して、髪飾りとすることも広く行われている。茎から切り取った花を切り花と言い、これを花を方向を揃えて束ねたものを花束、組み合わせて輪にしたものを花輪という。こうした花は結婚式や葬儀といった冠婚葬祭における装飾に広く用いられ、キリスト教系の献花や仏教における仏花など、死者を弔うための供え物にも用いられる。また花は贈答品としても一般的なものである。花を贈答品とする場合、見かけの美しさ以外に、その香りを重視する場合もある。ヨーロッパやアメリカでは、バレンタインデーの贈り物には花、特にバラが多く用いられ、また母の日にはカーネーションが主に贈られるなど、花を贈ることが一般的な祭日も存在する。花は装飾に多用され、日本の華道、いわゆる生け花もこの方向で高度に発達したもので、ある。また生け花だけでなく、花を乾燥させたドライフラワーも装飾に使用される。京都、鴨川の桜。花見は日本の春の風物詩である花を育てて楽しむことも古くから行われた。庭園を飾るために花を育てる例は広く見られる。花を中心とする庭を花園、花畑などといい、擁壁やレンガなどで囲まれたスペースに花を植栽したものを花壇と呼ぶ。観賞用の植物の栽培を園芸というが、特に草の花を目的とする栽培を花器園芸という。長い歴史の中で多くの観賞用の花が選別栽培され、後には人工交配などによる品種改良も行われた。花はしばしば広い地域に植栽され、地域住民に長く親しまれているところも多い。オランダのキューケンホフ公園など、世界各所に花の名所は存在し、近隣のみならず世界中から観光客が訪れるところもある。こうした名所は必ずしも花園や植栽されたものだけではなく、例えば南アフリカ北西部のナマクアランドのように、一面の荒野が短い雨季の到来とともに、地平線まで、野生の花で埋め尽くされるところも存在する。日本では桜が国土の広い地域に植栽され、春には花見を楽しむために多くの観光客が訪れるが、その他にも水仙や梅、芝桜、富士、チューリップ、アジサイ、ラベンダー、コスモス、菊など様々な花の名所が存在し、観光客を集めている。こうした庭園づくりは公共の場だけではなく、個人宅に庭や花壇などを作って様々な花を育てるガーデニングも楽しまれている。花びらをあしらったサラダ花を食用とすることは、洋の東西を問わず、古くから行われてきた。花を食用とする場合はほとんどは野菜に分類され、花菜と通称される。日本では、食用下としては、菊、菜の花、春蘭、吹きの塔などが用いられてきた。一方、欧米のエディブルフラワーとして、ナスタチウム、コーンフラワー、バラ、パンジー、金銭花、金魚草などが挙げられる。上記の食用花は、食味と同様に見た目の美しさや飾りとしての役割も重視されるが、一方で、ブロッコリーやカリフラワー、ミョウガ、アーティチョークのように飾りにはあまり使用されず、食味を重視して食用とされる花も存在する。生花だけでなく、スミレやパンジーのように砂糖漬けにしたり、桜の花のように塩漬けにしてから飾りとされる場合もある。直接的な食用のほか、中梅花が虫をおびき寄せるために分泌する花の蜜は蜜蜂によって採集され、巣の中で蜂蜜へと変化する。蜂蜜は人類最古の甘味料とも呼ばれ、現代においても甘味料として重要な地位を占めている。蜜蜂は同一の蜜源植物から蜜を採取する傾向が強いため、その蜜蜂の群れが採取する花の種類によって様々な味や香りの蜂蜜ができる。様々な蜜源植物からまんべんなく蜜を集めることも稀にあり、この場合は百花蜜と呼ばれる。代表的な蜜源植物としては、日本では、レンゲソウやアカシアなどが挙げられる。バラやラベンダー、ジャスミンなど、魅力的な香りを放つ花から精油などで、香り成分を取り出し、そのまま利用したり、香水の原料とすることも行われている。世界最大の花市場であるオランダのアールスメール花市場上記のような広範な用途が、存在し旺盛な需要が期待できるため、現在では花を生産することが産業として成立している。切り花はかつては大消費地の近くで生産されており、ヨーロッパはオランダ、アメリカや日本は国内で主に生産が行われていた。しかし切り花は商品価値が高く比較的重量も軽いため、1980年代以降大消費地から離れた土地で生産し、消費地まで空輸することが盛んになってきている。ヨーロッパ向けの輸出を主とするケニアやエチオピア、アメリカ向けの輸出を柱とするコロンビアやエクアドルなどはこの切り花産業が急成長しており、重要な産業の一つに成長しつつある。この国際化によって従来の切り花産地は衰退し、特にアメリカ国内の生産は激減した。オランダの切り花生産も2007年以降大打撃を受けたものの、世界最大の花き園芸市場であるアールスメール花市場などでの花の取引は未だ非常に盛んであり、世界の花き市場の中心となっている。ただし鉢植えに関しては土を必要とするため、重量と権益の関係で貿易がほとんど行われておらず、未だ大消費国内での生産が主流である。なお、花き園芸で実際に扱う対象は花に限らず、いわゆる枝物、地物も含む。こうして生産された花は、小売業者に直接販売されることもあるが、日本では 80% 近く、2012年は、卸売の生花市場を通して、小売業者へと届き、一般消費者に販売される。花の流通は、卸売経由が大半を占めることが特徴で、卸の割合が急激に減少している生花や水産物とは大きく異なっている。品種改良が行われる場合、それを支える市場の要求が高い場合がある。ヨーロッパにおいても、日本においても、花の栽培の歴史の中では何度か特定の花のブームがあり、新品種が考えられないような高値で取引されたことがある。ヨーロッパではチューリップが17世紀にオランダで大ブームを起こし、このチューリップバブルではひどい時は、9個に1個が豪邸より高かったと伝えられる。花の消費に関しては、日本では1970年代には、葬式や結婚式、店内装飾などに使用される、業務用、生け花などに使用される、稽古用、そして仏花や贈答、個人消費などに使われる、家庭用の3用途がほぼ等量となっていた。その後、稽古用の消費割合が減少する一方で経済の成長に伴って、業務用や贈答用の需要が急拡大し、1990年代前半にはピークに達した。しかしその後は不況によって業務用消費が急減し、花の消費量は減少傾向に向かった。家庭用消費も減少したものの他の用途に比べ、減少が緩やかだったため比率は拡大し、2007年には消費の6割が家庭用となった。ゴッホのひまわり言語的文化としては、漢字文化圏では、花と書き、日本語には、華やか、社交界の花、花があるなどは、肯定的表現として用いられている。綺麗なバラには、トゲがある、イコール美人に、裏がある、といった外国の慣用句も単純な肯定ではないが、人の感性において美しいと認識する人間を、花に例えている。強い色彩を持つ、観賞用の火薬の爆発に、花火という字を当てるのは、漢字文化圏に共通である。自然現象によるものとしては、雪の花は、形状が花に似ていることに由来する名である。温泉の成分が集まることで発生する、湯の花や、美しい結晶を、バラの花に例えた、デザートローズなど、花を美的な存在の代名詞として扱う向きは、日本でも、外国でも見られる。日本人特有の価値観では、少し違った意味合いをつけられることもあり、物の哀れなどといった、無常感や、四季の変化のもとでその儚さがめでられてきた。それは、戦死を意味する、散華など死にも近似するが、生命力と矛盾するわけでもない。短い命であるからこそ、束の間の栄が、華やかさが美しく感じられるということである。これは、平家の栄華とその後の没落を描いた、古典文学、平家物語などにも見て取ることができる。少しずつ咲いていって、全体では長い間を咲き続ける、梅の花から一斉に咲いて、すぐに散ってゆく、桜の花へと、日本人が最も好む花を呼び、花の代名詞が移ろったことは、民族特有の美意識の確立を物語る事象の一つにも位置づけられる。様々な花の色あるいは、色とりどりに咲く花の様子を日本語では、戦死晩紅という。日本では、奈良時代から平安時代初期までは、中国文化の影響を強く受けて、梅の花が、平安時代初期以降は、桜の花が最も盛んにめでられる花であり、日本で花見といえば、一般的にはこれらの花を鑑賞することを意味する。花は、その美しさから、様々な芸術のモチーフとなってきた。すでに古代エジプトの絵画にも睡蓮が描かれており、17世紀のオランダ黄金時代の絵画では、生物画の題材として、花は非常に好まれていた。その後も花が絵画の題材として好まれることには変わりがなく、ゴッホのひまわりなどのような名画も生み出された。詩にも古くから歌われ、洋の東西を問わず数々の大詩人が花を詠んだ詩を作っている。1680評議句。皇室の紋章であり、日本の事実上の国章となっている。石器時代の遺跡からは、葬儀に花を副葬品にするという文化が発見されている。また、花は古来よりアニミズムの対象となっている。万葉集では頭に花を飾り、花の持つ霊力を我が身のものとする、かざし花の風習が歌われている。また、平安時代には、現在、今宮神社で行われる安来、祭りのように、花の霊が及ぼす災いを鎮める鎮花祭りが、盛んに行われた。世界の多くの国において、その国の国民に、最も愛好される花を国花として、当該国の象徴とすることが行われている。正式な国花を制定していない国も多いが、日本の桜や菊のように、非公式に国家とみなされている花の存在する国もある。また国章に花の絵柄を用いている国も多く、日本も正式な国章ではないものの、皇室の菊花紋章が事実上の国章として扱われ、パスポートにもデザインは少し変わっているものの、この紋章があしらわれている。また、日本政府は桐紋を用いている。世界各地、古今東西の遺跡や壁画においても、花の絵柄は普遍的に見かけられるものの一つである。文様としても花は多く用いられ、日本の家紋にも花をモチーフとしたものは多数存在する。このほか、硬貨のデザインや切手などにも花の絵柄は多用される。花の種類によって、それぞれに意味を持たせることもよく行われ、日本では葬式に、菊の花が用いられるというような定番がある。また、それをもっと推し進めて、それぞれの花に、いくつかの意味を与える花言葉も、19世紀、ヨーロッパで盛んになり広まった。ありがとうございます。